どうも、カブト哲也です。このチャンネルは僕の数あるマジンガーシリーズのコレクションとアシェット週刊マジンガー Z を作るその2本柱でやってます。よかったらチャンネル登録してくださいね。励みになりますんで。さあ、今日紹介するのはこれ、アシェット週刊マジンガー Z を作る39号。なんかさ、前回はさ簡単すぎた。だから今回はどうなんだろうね。簡単すぎないことを祈る。さあ、では早速いってみましょう。マジンゴー。さて、じゃあ39号の中身見ていこうか。光子力ロケット、これはね、何話だっけな、18話で、この間18話の時に説明したけど、ゴードン博士っていう人と、娘のリサと、ユミ教授が力を合わせて、マジンガー Z のジェット噴射が出るように改造したの。それから、おミネルヴァ X だ。これはね、有名だからね、知ってる人もいると思うけど、マジンガー Z のパートナーとして作られたロボットで、カブト工事のおじいちゃんのカブト博士の設計図をもとに、ドクターヘルが作ったの。これはね、だから機械銃ではないので。ね、このミネルヴァはね、基本マジンガー Z と装備も一緒だから、ブレストファイヤー、高視力ビーム、ロケットパンチ、ルストハリケーンも出せる。ルストハリケーンはね、口から出すんだけど、実際にね、出すところを映してないから、どういう風に出してるかはわからない。で、お腹にダイヤ型の回路があるんだけど、これがパートナー回路っていうもので、ドクターヘルもそれが何だかわかんないんだけど、でもそれがないとミネルヴァ X が動かないから、一応設計図通りに、組み立てる。それでこのパートナー回路っていうのが、マジンガー Z が現れると反応して、パートナー回路と目が水色に変わっておとなしくなるので、マジンガーが戦おうとしても涙は流すし逃げるし、絶対にマジンガー Z と戦わなくて、カブト工事は最初なんだか分かんなかったんだけど、ミネルヴァ X を研究所に連れて帰る。このミネルヴァ X の涙っていうのは、オーバーヒートして冷却オイルがね、目から流れたもんなんだって、ってユミ博士が言ってた。で、ね、マジンガー Z とね、ミネルヴァ X は恋人同士みたいでね、なんかもうイチャイチャしちゃってさ、膝枕とかもしちゃうんだよ。で、ドクターヘルは謎の回路がパートナー回路っていうことに気づいて、ミネルヴァ X を、スーパー鋼鉄っていうので作ってたんだけど、それを研究所で超合金に変えられて、マジンガー Z の味方にされたら大変だからっていうんで、アーチリアン J5 っていう機械銃を発進させて、ミネルヴァ X 破壊を命じるので、アーチリアン攻めてくるんだけど、マジンガーとミネルヴァで力を合わせて倒すの。だけど、アーチリアンの最後の悪あがきで矢を放つんだけど、それがミネルヴァ X のパートナー回路に当たって、ミネルヴァ暴走して街で暴れるようになる。それで原子力発電所をやられそうになって、仕方なくアフロダイエースがミサイルでミネルヴァをやっつけて、で最後はマジンガー Z の手でミネルヴァは海に沈められる。でもね、ミネルヴァ大破したわけじゃないから、直そうと思ったら直せると思うんだけどね。だから今でもミネルヴァは海に沈んでる。それから、あ、また永井豪さんの対談。そんなとこかな。さて、じゃあ作ろっか。腹部フレームの組み立て、はい、今日の部品はこれだけ。なんかこの間と同じみたいだね。なんかまたほら、刀のつばみたいなやつ。
うん、早速やろっか。この間と一緒じゃないの俺。違うな。はい、39号、これとあと鉄パイプ4本、それとあとネジね、ネジとワッシャー。さてじゃあやろっか。今日も1ページだな。今日も簡単そうだな。38号のフレーム C、 38号のフレームこっち、じゃん、これだ、これこれ。おっと、ワッシャーが1個落っこったな今。はい、ネジにワッシャーを通して、で、チキンしたらば、これ鉄パイプをグリ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 、よいしょ、グリ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 、ここに通してグリ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 、なんか地味な作業が続くね。グリ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 、はい、それぞれをこれで締めます。ちゃんと締めます。ほら、こういうのつきましたよ。それに、今回のやつね、これをここにクシャーンで、またネジ止め、押しゃつけて、押しゃつけて、おっしゃ食べれる、おっしゃつけて、おっしゃ食べれる、なんかアメリカさ、週刊鉄砲を作るなんてあんのかな。で、はい、これでクリクリ、よいしょ、おっと、できた、できましたよ。え、今日もねこれで終わりだって。なんだかな、簡単なのが続くな。ちょっと簡単すぎませんか。これお腹っつったよね。今日腹部フレームだから、これお腹になるんだね。ここがミサイルパンチのとこかね。はい、こんな感じ。はい、完成しました。いやー、また簡単だったよ。しかもまた裏方の作業。なんかさ、こんななんか鉄パイプ組み立てるだけとかさ、まあ必要な作業だけどさ、もうちょっとなんかこうボリュームのある仕事をしたいね。まあまあこんな時もあるさ。っていうように、アセット週刊マジンガー Z を作る迷子組み立てるたびに動画にしていきますので、楽しみにしててくださいね。それから
その合間に僕の数あるマジンガーシリーズのコレクションも紹介できたらなと思います。ではまたお会いしましょう。マジンゴー。